下長岡駅は、かつて、新潟県長岡市あたごにあった、越後交通都庁線の駅である。1975年4月1日、都庁線の全線廃止により、廃駅となった。晩年は、車庫などが当駅構内へ移設され、当駅有給三館の区間列車も多く、設定されるなど、同線の拠点的役割を担っていた。駅跡地は、越後交通のグループ企業。 越後交通工業本社の敷地となっている。かつての駅構内は駐車場等になっていて、ホームや線路は撤去されているが、鉄道運行当時の検車庫が、同社の倉庫検作業場に転用されて減損するほか、河川柱も数本残っている。上、見つけ方の線路は、この後、新越線の線路沿いから右にそれ、住み吉川と福島公用水路を渡って、 下新し駅に至る。なお、隅みか、吉川を渡る手前には、線路が隅みか、吉川を渡る築堤跡が見られ、現在では、ことひら公園として、公園の中に遊歩道として残っているほか、川を渡る部分には、公園からの延長として、下新し駅方に渡られるように遊歩道専用の橋が架けられている。専用の橋ができるまでは、 鉄橋の橋脚を見ることができた。住宅地で上越新幹線の高架 JR 新越本線がすぐそばを通る。地名は長岡市や田子内市は東栄。2011年現在の周辺施設は以下の通り。当駅から西新町への支線の計画が存在したが、1958年に免許が失効している。なお西人町には、 長岡市へ無機乗電車の開通が計画されていた。h t t p w w w m i f u r u 2 f r d b m a b o l i s h c t s 1 a 2 t h t m 未来鉄道データベース。ありがとうございます。